このラジオっていうのかしら、まあこのおしゃべりをずっとまあ聞いてくださってる方っていうのがまあおりましてね、どういういきさつでねこれを知って、ここにたどり着いたのかわかりませんが、多くの人はこの、僕がこうやって喋っているようなことをお店を通じてね、僕っていう人を知った人が、まあ、ほとんどなわけです。ほとんどすべて。でも、まあ、インターネットが普及したせいもあって、まあ、普及なんてことね、ちょっともう普及も何もって感じだけど、まあ普及したこともあってインターネットで、僕のことをひょんなことから知っちゃったっていう人もまあ中にはいるんだろうね。だって僕が直接ね、お店や何かのでイベントや何かで知り合った人ってのは大体面識があるから、名前を見ればわかるし、それがね時々コメントつけてくださってるような方が名前知らないとあらなんてことがあって、でね、いつもこのラジオの推しの方に、歌がねついてるんだけど、あれはエトワール吉野っていう人が、歌っておりまして、その方がね、12月の27日に六本木で、ライブをやるんですね。で、これもね知る人ぞ知る、もう知ってる人にはああ吉野さんっていう人もいるんですよ。吉野さん大好きですっていう人もいるんです。でも知らない人はね、誰あれって、まあ当たり前だけど。ただそのこのラジオを聞いてる人はね、だからそのエトワール吉野って誰なんだろうって、ウィキペディアで調べても出てこないし、誰なんだろうっていうことでね、ですが、12月の27日に六本木でライブがありまして、夜の公演だけだったんですけど、どういうわけかね、昼もやることになっちゃいまして、だから12月27日の昼と夜、2公演やることになりましてですね、まあこれを聞いている吉野さんを知っている方はもうぜひ、もう知らない人は進めにくいけどね、でも初めて来た人でも何か感じるものがあるかもしれないので、よかったらいらしてください。はい、では今日のキーワードは中順中順ね、中順っていう、これ人の名前なんですけどね、知ってる人は、知ってると思いますが、知らない人はね、まあ、誰それっていう、このね中順さんっていう女性なんですけど、年は50過ぎたあたりかな、よくわかんない、正確に色白でね、眼鏡かけてます。髪型はね、昔長かったんだけど、あるどころから短くなりまして、
自分で切ってるそうです、自分でね鏡見ながら、前髪も後ろ髪もそれも会社で、切ってるそうですけど、この中潤さん、まあ中潤って、僕はねこういう人が世の中にいるんだっていう、まあいろんな人に会いますけどね、中潤のような人っていうのはまあいないね、いないんですよ。平たく言えばね、いい人、とてもいい人です。観音菩薩みたいな人です。でもねバカなのね、これちょっとのバカじゃない、本当のバカ、大バカ。だからこの中潤っていう人をね、わずか20分やそこらで語れないんだよな。だけど観音菩薩のようなところもある大バカっていう、もうこれしか表現しようがないんですよね。でこういう人っていない、僕の人生の中でももう二度と中潤のような人は出てくることはないでしょうね。そのぐらい、そのぐらいの人物です。数々のエピソードあるんですけどね、例えばね、昨日ね、空祭りがあってね、その空祭りに僕銀座の方に、お弁当を届けに行ったんですけど、その時に JR に乗って行ったんですよね。 JR の東海道線に乗って、それでね空に着いてしばらくして、あれ iPad ないなって気づいたわけ。あれiPad どうしてない？で、中潤いたんでね、その辺に。あれ、中潤、ちょっと俺の iPad 知らない？って言ったら、あ、じゃあちょっと探してきます。って、まあ、もうどっか行っちゃったん、探して。で、しばらくして戻ってきて、ありません。中潤がないって言ったらね、ないんですよ。もうこれはもう僕は絶大な信頼があるので、ない、なんでないんだろう、いや分かりません、ないです。それでねiPad って探す検索する、機能がありますでしょ、iCloud で探すって。であれでね探したのね、そしたらね、籠原っていうの、どこにあるかよく分かりません、籠原にね僕の iPad がポツンって緑に光ってるのね。なんでか、あっ、籠原なんて行ったこともない、そこに僕の iPad がポツンとある。そっか、東海道線の中に忘れてきたんだ、気づいたわけ。で中潤に、ね、東海道線の中に iPad 忘れてきちゃったって言ったら、中潤が、はい分かりました。その後パッとまたいなくなって、でしばらくしたらパッと戻ってきて、ありました、籠原の駅にあるそうです。で電話して iPad をね、電話してね見つけてくれたんだ。
で、その iPad ってどうなの？その東海道線で東京に戻ってくるときに乗っけてきてもらって、それで東京あたりで受け取るってできないの？ってで僕言ったんですよ。だって籠原っていうのはね、熊谷、僕埼玉の方よくわからないけど、まあ、とにかく相当遠い、銀座から1時間半ぐらいか。そんなところにね、iPad 忘れて。でもまあ東海道線だから、まあ行って戻ってくると。そんなんで、そしたらまた中条が戻ってきて、籠原の遺失物センターに届けられてるので、そこから一歩も外に持ち出すことができないそうですって言うのよ。それで、え？困ったなぁ、 iPad ないとなぁ。そしたら、取りに行ってきますって言ってね、そのままスタッ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 出てっちゃった。もう僕その後ね、ラジオ瀬尾さんの収録があったんで、そのラジオ瀬尾さんのためにその食事も作んなくちゃいけなかったんで、そもそもその日籠原に行けなかったんで、中島はね、行ってきます、もう有無言わさず籠原に行ったのよ。それでね、瀬尾さんの収録の合間、10時頃だったかな、中潤が三茶のお店にやってきて、よかったね、あったよって言って iPad 置いて、じゃあって言って帰ってっちゃったのよ。これね、いい人とかそういうことともちょっと違うんだよね。まあとにかく中潤ってそういう人なんですよ。そういう、まあ常に横にいる、常に横に いるんだよ。それでね、私でね、そういう、まあ常に横にいるからね、あの僕が料理を作ったりする機会が、もうこの 4,5 年続いてるんですけど、その時にもいつも中潤は、いるわけです。で、料理ができる人じゃない、料理が得意っていうわけじゃん、だけどね、横にいるからとにかくね、物が頼みやすいのね。だから、あ、中潤いたって、もうこれちょっと買ってきてほしいと、これどうしてほしい、ああしてほしいって言うと、はいはいって、あの、とん、行くんですよ。もうバッと聞く、ちょっと中潤買ってきてって言って、はいって出てっちゃう。何を買うとも、どこで買うとも、何にも言ってないのに、中潤買ってきて、はいって言って、もう出かけてっちゃって、そういうこと、もうしょっちゅうあるわけ。な、え？でしばらくして戻ってきて、あの、何を買うか聞いてませんでした。いや、そうだよ、言ってないもん、はいって言ってね、そういう人なんですよ。だけどね、もうずっとそうやってこういろんなこと頼んだり横で見てたらね、まあ、どんどん料理が上手になるのね。それで、なんだろう、あの料理をね、な、あの僕に習いたいとか、若い子もなんかでも料理が上手に、お母さんみたいになりたいですっていう子はいるんですよ。で、いつでも教えてあげるよって言うんだけど、一番上達してんのはね、習いたいとも作りたいとも言ってない中潤なんだよね。それでね、あの人はね、もう観音菩薩じゃないかと思うことがあるわけ。いい人っていうんじゃない、ちょっとね、スピリチュアル的ななんかね、力を持ってる。まあそうじゃないとね、辻褄が合わないぐらいおかしなことがただあるわけ。この前もね、あの桃でね、ジャムを作ったんですよ。で、桃でジャムを作って、でそのジャムをね、スタッフの子が運んでる、今日の夜のお食事会の時、そしたらそれがまたね、電車の中に
その桃のジャムを置き忘れてきた。それで司さんに連絡あって、今日の夜のお食事会で使う、イカさんが作った桃のジャムを私電車の中に忘れてきちゃいました。困った。確かあれは東横線の和光市かどっかその辺だったと思うんだけど、今日は取りに行けないけど、今日の夜の食事会なんか別なジャムで、とりあえず何か穴埋めしてもらえませんかって連絡来たわけで、まあまあいいや、まあいい、まあまあ桃のジャムはなかったことで、まあわざわざその桃のジャムのためだけに和光市に取りに行くこともないから、すいませんっていうやり取りがあったのよ。そしたらね、ほどなくしてまた連絡がありました。桃ジャムが見つかりましたって連絡が来た。え、和光市にあったのって言ったら、いえ、小竹向原です。え、小竹向原？なんで小竹向原にジャムがあるの？いや、それが電車に置き忘れた桃ジャムをその乗ってたお客さんがパッと気づいて、小竹向原で降りて乗ってた電車にこの瓶のジャムが置いてありましたよって、その小竹向原の駅に持ってたんだって。そしたらほどなくして中潤がその小竹向原の駅に来て、その駅員に駅員室にあるその桃のジャムの瓶を見て、あ、これ私のですって言ったらしいのよ。で、えって、あ、これあの私の忘れた桃のジャムですって言ってね、中潤がその小竹向原でその奇跡的になくし物をしたね、落とした桃のジャムの瓶を引き取るっていうことがつい先だってもあったんですよ。こういうことってたびたびある？いやね、この手の話はね本当にいっぱいある。で、ただいい人ですねとかそういうことじゃない。本当にできないことはね恐ろしくできない。中潤ができないことね、この話したらまた2時間かかっちゃうから、今日はこの辺。まあこういう人がいるっていうことは誰かの励みになるかもしれません。どんなとこにもいるもんだ、一生懸命頑張ってる、それでも何の役にも立てず、イラつかせる。だからグズは今後減る、こういう時こそ笑うんだな。失敗続く、何笑ってんだ、ふざけてるなよバカだれ、グズよ負けるなポッポや。
も唇噛みしめて涙がぽたり膝に落ちる。